知り合いの女性に睡眠作用がある薬物を摂取させ、わいせつな行為をしたとして、準強制わいせつなどの罪に問われている経済産業省のキャリア官僚、佐藤大被告33歳の裁判が、今日東京地裁で開かれ、佐藤被告は起訴内容を認めました。佐藤被告は複数の女性に対し、飲み物に睡眠作用がある薬物を混ぜ、意識を朦朧とさせた上で、わいせつな行為をしたなどとして、今年1月から今月にかけて、警視庁に5回逮捕されていました。